ただいまから、来生のね、家系についてのお話を申し上げます。はい、来生は、平塚家の家系について、相当の字数を当てているが、長い長い家系図の紹介は、関係者以外の人にとっては退屈であろうから、その要点を次のように略記します。非常に長いんですよ。あ、そうですか。従って要点だけ申し述べます。要点でもちょっとありますけどね。来生自伝によれば、ああいうですね、単に自伝といたします。そうですか。来生自伝によれば、平塚家の先祖、知られた豪族、三浦大輔義明だった。鎌倉幕府に仕えたその一族の為重という人が、先行により、宗州平塚郡に三千町を賜って以来、三浦の姓を平塚に改めたという、そういう例があります。三浦大輔というのは、まあ、手まり歌にもね、三浦大輔百八というようなね、手まり歌が残ってそうでございます。非常に著名な豪族ですね。それが、まあ、いわば、祖先ですね。鎌倉幕府に仕えた一族の為重という人が先行により宗州平塚郡に三千町を賜って以来三浦の姓を平塚に改めたという、関ヶ原の戦いの時、平塚の家の初代為景は豊臣方につき家康に生け取られた時、家康を大いに免罷した。まあ、どういうメンバーをしたかというのは伝わっておりませんけどね、おそらくね、豊臣家のご恩を受けてるじゃないかと、秀吉のご恩をあんたは受けてるんじゃないか、それで関東に殺到されたんじゃないか、そのご恩を忘れてね、どうしてこんな戦いを起こしたんだということでメンバーしたんじゃないかと思いますけどね、どうやってメンバーしたか分かりませんけど、勇気あることですよ。プロになりながら敵の大将を叱るわけでございます。家康を大いにメンバーした。家康はその豪胆武勇をめでて釈放したという。そうですか。まあ、家康の中の大人物ですね。そうですね。うん。その後、為景は、紀州の徳川頼宣公に召し抱えられ、大体、平塚家は紀州家に仕えた。紀州の六藩団ですね。ここにちょっと動画が来ましたけどね、為景というのは、平塚家の、いえば家の祖先ですね。家祖ですね。しかし、この、為景には、兄がいたんだよ。為広というのがあって。この人がね、為重から、7代目。ここに為重が出ておりますよね。鎌倉幕府に継がれた一族に、為重という人が、先行によって、宗州平塚郡に三千里町とは伝わった。この、為重という方から、数えて、7代目の人物が、為広という方ですね。この為広の弟が為重で、これが来生の家の、いわば初代です。しかし、兄の方はですね、どうかというと、この方はね、関ヶ原の戦いの時に、伊勢方の大将、大谷行部の将ですね。大谷行部。はいはい。まあ、よく、ドラマに出てきますよね。顔がですね、病気で立たれてしまっておるから、覆面をした。しかし、知略抜群というね、将ということで、伝わっておりますね。その将だったんです。この方はね、為広という方は、大谷行部の将として、果敢に戦って戦死したんですね。その時に実業を残しておりましてね、名のために捨てる命は惜しからず、ついに止まらぬ浮世と思えばということで、実業の句を残しているくらい、まあ、著名な方ですよね。この方の弟が生き残って、家康をメンバーしたんですね。家康がその豪胆武勇をめでて釈放して、紀州家に仕えたわけです。それはここですよね。その後、為景は紀州の徳川頼宣公に召し抱えられ、代々平塚家は紀州家に仕えた。300石だったらしいよ。300石。まあ、いわば中級の武士ですね。うん、来生の祖父の為忠は、明治維新の際、風呂敷式、洋式、朝練を受けた、紀州兵の中隊長として、神戸の
外人居留地の保護に当たったという方ですね。うん、この為忠は、この内、叔父の家へ養子に出ていたが、明治4年、廃藩置県の時、祖父伝来の摂津馬場会の家屋敷は元より、全財産を先妻の長男と二人の娘に与え、五歳に迎えた八重と、その間に生まれた来朝の父になる定次郎と、その妹の愛の二人の子供を連れて、無一物で上京した。うん、まあいろんなあの人間関係があったんでしょうね。うん、先妻が亡くなった。まあ養子として入ったようでございますけど、先妻が亡くなった。五歳を産め取った。そんな感じ子供生まれた。はいはい、そうすると複雑な関係が生ずるから、まあ嫌になったんでしょうね。うん、そして全財産を残して、無一物で上京したんだ。来朝事前によると、東京に行くと言ってね、はい、そのまま帰らなかったというような話も、来朝事前では書かれておりますけどね。まあ、複雑な事情があったんでしょうね。黙って東京に出るというのはね。うん、さて、その時、定次郎は15歳であった。あ、そうですか。来朝の父、定次郎は15歳であった。家族ぐるみで上京した為忠は、その当時、陸軍会計局長を務めていた、いとこの津田出流の麹町下六番町の屋敷内に置いてもらい、津田家の執事となった。定次郎は玄関番となったという、いや、書生藩になったんですね。津田出流は、紀州藩の軍政改革の功労者であった。その改革は、明治政府の注目を引き、岩倉具視に招かれて、明治政府に出資することになった。津田は役所は窮屈だからといって仕事をするのに、九段坂上の陸軍開港舎をよく使った。まあ陸軍開港舎というのはね、陸軍将校の集まる場所なんですね。うん、後に軍人会館です。軍人会館の場所をちょっと書きますとね、手安門というのがある。手安、宗武の門ですね、うん、徳川の御三橋の一つでございます。徳川吉宗があれですね、御三家のようなのがありますけれど、万が一の時に備えて、徳川家の血筋が立てないように、自分の子供たちをね、御三橋としてですね、家を持たせたわけですよ。うんうん、その一つ、手安家ですね。手安家、それから一橋家、はい、それから清水家というね、御三橋の家がありますけどね。この手安門から下ったところ、これは九段の上でございますけどね、下ったところ、これは神田でございます。この九段の坂の途中に軍人会館がある。軍人会館。これはですね、今申し上げている開校舎の更新ですね。うん、私が学生時代まだ軍人会館がいっぱい残っておりました。はい、立派なコンクリートの建物でございましてね、残っている。私はこの軍人会館の前を通って学校に通いました。そして、大安門の前が、これはですね、靖国神社です。靖国神社ね。ああ、そういうことか、うん。懐かしい場所でございまして、平塚来朝の、お父さんの話が出たときに、私が昔学生時代よく通ったところだなということですよね。この大安門の中にね、学生会館があったの。今はそこはですね、学生会館が撤去されておりましてね、まあ、教育テレビというのは立って、教育テレビは、今のね、朝日テレビがなんかじゃないかと思いますけど、テレビ会社の建物がありまして、その前がね、武道館ですね、武道館。あ、そうですか。私はね、この武道館が立つ。お前たちは出ていくということで、学生会館が取り壊しをされた経緯がございます。だから懐かしいんですよ。大安門を学生会館に4年か3年になりまして、大安門を出て、軍人会館の前を通ってですね、学校に入った。この軍人会館というのは、前身はその開校舎ですね。はあ、そういうこと。開校舎のところへ行きます。ここから行きましょうか。津田は役所は窮屈だと言って、仕事をするのに、九段坂上の陸軍開校舎をよく使った。後の軍人会館ですね。定次郎も、そこで、給仕の仕事に就いた。まあ、給仕というのはね、レストランの給仕じゃありませんよ。はい、軍人会館に軍人が集まりますね。
軍人が例えばメモを取りたい、鉛筆持ってこいとかね、あるいは紙はなんかないかと、あるいは あそこへ電話せよとかいう、まあいや小間遣いの役目ですね、その役に就いた。定次郎はそこで給仕の仕事に就いた。この開校者にはドイツ語もできる松見という紀州出身の人がいた。地位は低い人であったが、階級制の厳しい軍人の間で何かと重んじられていた。軍人たちが何かことを決めるとき、ドイツ語ではどうなっているかといちいち松見に相談するというのをそばから見ていて、定次郎はそれに刺激されて、自分もドイツ語を学んで身を立てようと決心した。紀州時代の定次郎は、手習いは寺子屋に行き、漢籍は藩の塾で学んだりしたが、新しい学問にはほとんど無縁だった。こういう方ですね。ではちょっと休憩いたします。ありがとうございます。